ギガ連射。さあ、やっていきます。今日やっていくのはこちら。クターのアズマ下り。タイトルからするとよくわかんないんだけど、あれかな？なんか徳川家康が、関ヶ原の戦いのあったの、伊賀越えとかして、東の方に逃げていくっていうのあったじゃない？ それのことかなと思ったけど、なんか違うっぽい。そして今の季節にぴったりっぽいあらすじを見ると。じゃああらすじ読んでいきます。クターの東下りは、ちょっとずれてますね。ちょっとずれてますね。ちょっと、はい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、テクノ街道を東京を目指して走っている驚異の無表情キャラクター。クターの冬将軍がリンゴのところに来たら、リンゴを長押しして弾き飛ばしてあげよう。うまくいくと次のリンゴに到達できると、落とし穴に入ってしまうとゲームオーバーだ。まあそういうゲームらしいよ。よくわからん。ちょっとずれてる。ちょっとずれたのが治らない。こんなもんかな？こんなもんかな？よし。まあこういうゲームらしいですね。冬将軍のクタが上から落ちてくるらしい。で、リンゴを長押しとパワーが溜まり、冬将軍クタを弾き飛ばすらしい。飛ばすらしい。で、ランキングこちら。なかなかあんまりみんなやってないね。こういうランキングの形になってるっていうことは、あんまりやってないとともに、スコアが出にくいのかなって気がしますね。セシルが2位に甘んじている。ぼちょぼちょって名前も聞いたことあるな。1位は6。覚えておこう。やってみましょう。まずは、手慣らし。はあ、これはちょっとわからん。ああ、なんかこういうのあるね。こういうなんかあるね。なんか新幹線がこう。で、これを。うまいんじゃないか？ まあまあうまいんじゃないか？まずいまずいまずい、渦に入っちゃう、渦に入っちゃう、渦に入っちゃう。オッケー、分かった。これはゼロスコアが出ますわ。これはゼロスコアが出ますわ。ちょっとこれは難しいぞ。なるほど。こいつ冬将軍ね。冬将軍のクタが山城ってところからどんどんと下に下がっていくんだ。そしてタイムを競わなくちゃいけない。これは難しい。あ、もうダメだ。ほう、こりゃだいぶ難しいな。これでハイスコアか。それはみんなゼロ叩き出すわけだわ。なるほどねっていう。なるほど、なるほど、なるほどね。こりゃ難しいぞ。あ、そうだ。動画の冒頭で言うつもりだったの忘れた。これ、現在ね、自分が上げているクタ、アザラシの上げているクタ、ははー、これあれじゃない？スーパーバニーメンに受け継がれてない。ボンって言った方がいいな。この辺の時、ボーン。ういー、ダメ。ダメだ。弱い、もうちょっと。もうちょっと弱くないとダメだ、これ。金閣寺出すな。出すな。そんなに強くなくていいな、これはね。最初は弱くていいや。次もそんなに強くなくていいね。これもう2回とかやったらもう多分ハイスコアに乗れないんだね。多分一発で決めないと。ここは多少強くてもいいんじゃない？でしょ？だからね。ここも強くていいと思うんだよ。ただ、今や！よし！まあ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 。で、これは、ここ落ちたらダメだけど、難しいな。こう行って、ここに行かなくちゃいけないけど、ここで、こう、ギリギリのところに乗るのがいいね。乗るのがいいね。乗るのがいいね。こんなもんじゃない？いいでしょ、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 いいでしょ。いいじゃないの。これはすんなりいってんじゃないかな。すんなり強くでいいと思うな。すんなり強く。すんなり強くいこう。ノッチ！そろそろゴール見えてない。いやー、これは難しい。
これカットしますね。カットを多用する。そろそろカットかな。カットしていこうかな。ね。もうこれ早つよ、まあ。よしよしよし。ダメだ。なんか連続。ダメだ。だんだんそろそろ分かってきてもいいね。ダメだ、強い。敵じゃない。これも行き過ぎなんじゃ。ダメだ。ああ、ダメだ、ワンツーホイじゃ強い。ダメだった。ちゃんと覚えて、リンゴが半、3時の方向まで来たらダメ。ダメ。3時じゃダメ。ダメねー。強いんだよ。4チョコ、なんで超えるの？ダメじゃん。ああ。ああ。うひー。あ。強いとダメだね。わかるんだ。いいなっちゃう。テクだったら。いいと思うよ、これ。完璧。もう何もかもマスターして。ここですね。関門。でんてんてけでんてんてんてけでんてんてんてけでんてん。無理だ。しかもまだまだ難しそう。はあ。終わんない。でんてんてん。ダメだ。ああ、めっちゃ強い。ぐらいか。よ、いいよ。素晴らしいよ。ここですね。鬼門。こっちまで行っちゃうか？ちょっと強めに。こう行って、こう行っちゃうともうダメだよね。こう行って、こう当たって、こう行きたいけど、こうかな。ちょっと強めに。ちょっと強めに。よし、おお、うまい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 、やった。相模、出雲。相模、伊豆。これは、ターンと向こう行きゃいいだけじゃない？ターンと。よいしょ、おお、やっしゃー、オッケー。これはどうすりゃいいの？こっち行ったらもう詰みじゃないか。かといって、どうすりゃいいんだこれ。牛が怪しいけど。そういうことかな。向こう行ったらダメな気がするな。こうで、こうね。ん？こう？何が名物なの？遠江、うなぎ？ここ難しいな。ここめっちゃ難しいな。よし！やった！じゃあここはいける。ここはいける。ここはタイミングだけの問題だから。違うね。もうちょっとだね。よし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 。でよ。コーンか。そういうことか。こういうことね。オッケー。でか。で、こうね。これはいけるよ。これは勝手知ったるが、これがいいよ。これがいいよ。でしょう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 。よし。で、こう。これはちょっと難しくないか。それはちょっと難しく、あ、でもまあそうか。なるほど、なるほど。こうでいいんだよ。こうでいい。パワーの調節が難しいけど。リンゴが何度かをちゃんと覚えておこう。失敗した場合はね。でも、一回でいく。見ておれ！これぐらいか。なるほどね。もうちょっと強くダメージダメなんだね。こうだね。ある程度強めに。ある程度強めにちゅっとんじゃんじゃんじゃん。
もうちょっとこう強く。ここもうちょっと強く。いいよ。これ完璧。これ完璧。ここも多分ね、そんなに難しくない。そうですね。そうですね。オッケー。よし、ここだ。あー。これ時間使う意味は全くない。多分スッて打った方がいい。あの、スコアを伸ばすためにはね。でも集中させて。さっきは3ぐらいで失敗したと思う。4まで行く。4時まで待つ。よし !4 時でもない。3時半かな。行こう。おかしいようになっとるんで強いね。ボーイよいしょ、いける、いけてないんじゃい。だって全然集中しなかった。だいぶ危険、危険なさい。強め、気持ち強め。なーのーい。やっていこう。一晩。あ、ちょっと待って、上がちょっとまた、設定が。この荒々しい BGM よ。一夜明けました。一夜明けたらできるようになってるかもしれん。ああ強いんじゃ !3 時ちょうど。ダメか。いっちゃえ。ダメだ。ダメか。おい。どうなるんだろうこれ。絶対このままポンと落ちるな。だな。ダメ、落ちないでー。ダメなんだよな、これ。ダメなんですね。なんで？なあ。ほい。ほい。ほい。あー、もうちょい。もうちょいなんよ。無理じゃ。もう限界じゃ。もう限界じゃ、体力の限界じゃ。まあ悪くないね。ここまで悪くないね。まあ非常に上手に来てこれてます。いいと思うね、これはね。これはいい、これはいい、これはいい。あー、すぐ打てたらよかったんだけど。ぶっ飛んだね。さあどうする、さあどうする。もうちょっとだな、もうちょっとだな。いった、よし、やったー、やっと終わった。まあ、日本新記録は樹立できなかったけれど、まあ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 、クリアできたらよかった。なんとかクリアです。なんとかおめでとう、出ました。これから編集か。厳しいな。何本、あれ今クリアしたじゃん。なんでゼロなの。今クリアしたじゃん。まあいいや。ちょっとエラーが出て。
エラーが得点にならなかったですけど、もうやらないです。もうやらない。もうやらない。これもうやらないから。やばかった。クターの東下り。もうやんないぞ、これは。じゃあまた別のクターの動画で会いましょう。ほな、また。